今回はこちら、究極の黒インクの世界。文房具になり損ねた女、有林堂文房具バイヤー岡崎ひろ子さんです。お願いします。お願いします。2024年一発目ということでね、収録としては、はい、お正月は何されてたんですか？部屋の片付けとか。じゃあ、あのサビサビのクラフトパンチを捨てたりとか。捨ててない。窓からぶん投げたりとか。ちょっと一回岡崎さん家に。あ、いやいいです。何にも言ってないじゃないですか。ああ、僕が言おうとしたら、一回岡崎さん家に1億円渡しに行こうかなって言おうと思ったんですよ。来てください。今回は究極の黒インクの世界。真っ黒じゃないですか、普通。黒インクなんですけど、成分が違うんですよ。大まかに分けると、染料インクと顔料インク。全然違い分かんない。染料インクの方は植物由来のものが多くて水に溶けるんですよ。顔料インクは何かしら燃やしたもの、すすって言うんですけど、そういうのから作られてる。しかも水に溶けないんですよ。すすって上に浮いちゃう感じ。あ、そうですね、確かに。粒が大きいし、くちばしを燃やしても、なんてことですか。顔料になりますね。ちなみに染料インクの黒も顔料インクの黒も普通に売ってません？今では売ってるんですけど、前はなかったんですよ。どっちが？顔料インク、粒子が大きいから万年筆で使えないからなかったんですよ。詰まっちゃうってことか。そうそう、出てこないじゃないですか、万年筆に。はいはい。だからお水に溶ける染料、植物性油塩のもので作って、それはもうスルッと出ますので。ということは、今までの染料インクで作った黒っていうのは、はい、そこまで黒くないってことなの？そう、黒い染料っていうのがないから。染料インクっていうのは黒を作るためにはどうやってやってたんですか？いろんな色が重なって溶けてできているから、はい、真っ黒じゃないんですよ。出た。例えるなら、小学校の頃絵の具でいろんな色を水でぐる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 って洗ったら黒っぽい水になることですよね。そう。そうなの？黒いものから作られてると思ってました。染料の黒インクは改めて書いてもいいですか？セーラーのブラック。いたって、ド定番みたいな感じ。そうそうそう。全然黒ですよ。疑いようもない。これが実は黒じゃないものからできてるってことですよね。そうなんです。いきます。うわ、言われるとそうだな。こうやって人って洗脳されていくの？黒かって言われるとちょっと弱いですよね。自分の思ってる真っ黒とはちょっと違うかなっていう、言われると思いますよね。紺に近いっすよね。赤もあるかなとも思うし。すごい目をお持ちですね。実験してみたんですよ。紙にインクをつけて水に吸わせたんですね。そうすると中にどんなインクが入ってるかが分かる。中に絶対赤いるじゃないですか。そう。インクブレンダーなのかな。インクブレンダーぶっころ。他の黒いインクも染料の場合はいろんな色を組み合わせて独自のうちの黒みたいな。なるほど。だからいろんな色を混ぜてなんとかして黒作りましたみたいなのがあるから、岡崎さんとか文具好きの人たちはより黒いとか言うんだ。深いですね、意外と。今回は技術が革新されて真っ黒を実現させたってことですね。ナノインクっていうすすを小さくするっていう技術ができて、顔料のより黒くするインクができたんですよ。それを今回究極の黒インク。そう、それを紹介したいっていうね。ようやく黒寄りの黒に興味が湧きました。湧きました。長かったですね。3年経ちました。求めてる方はいっぱいいたんですね。自分の持ってる黒に近づいてほしいみたいな。なるほど。じゃあカメラ目線でお待たせしました。お待たせしました。皆さんがお望みの。皆さんがおもお望み。ちょっと待って。2024年噛み合わないですね。噛み合わないからって腹立つなって言わないでくださいよ。え、はい。いや、じゃあ立つ年だけにみたいな。ごめんなさい。エントリーの紹介をさせていただきたいと思います。ぜひぜひ。セーラー万年筆キワグロ、パイロットコーポレーションツワイロ、プラチナ万年筆超黒です。キワグロ、ツワイロ、超黒、各社足並み揃えたかのようなネーミングですね。まずはセーラー万年筆キワグロから。あー、でも言われるとそうだな。
確かにようやく分かりました。黒よりの黒ってやつが水に溶けてないので紙の上に乗った感じなんですよ。さっきのは浸透していた感じなんですけど、うんうん、おいくらですか？2530円。ちなみにさっきの染料の黒はおいくらなんですか？1320円です。約倍だ。高いですね。でもより黒い感じを出したい人は買うでしょうね、うん、エントリーナンバー2パイロットツワ色。いやこれね、うん、すごいギュン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 背脂乗ってる。全然違うよ書き心地が。インク界の二郎系というか、もうニュルーンってしてる。ニョロンニュルーンスワイロって感じよりもスワイロって書き心地めっちゃいい。色はどうなんですか？色はもうスワイロって感じいや黒いっすよ。さっきよりこれの方が黒い感じしますけどね。おいくらですか？1100円。ちょっとちっちゃいのでね。でもね、顔料は扱いが大変なんですよ。お水に流れないので、水で洗っちゃうと固まっちゃうので、専用の洗浄液が別売りで売っているので、それを使わないといけないんです。初心者というよりも上級者みたいな。上級者、お手入れを楽しみたい上級者。エントリーナンバー3ショー黒。うわーこれもすごいな。これすごいっすね、うん、これ一番すごくないですか？そう、真っ黒って感じですよね。光に当ててみるとよりわかるんですけど、あーほとんど反射っていうか白っぽくはならないですね。はい、だからより黒く見えるみたい、うん、ただお手入れが大変。大変そう。一筆目でわかった、これは水じゃダメだって。絶対専用の洗浄液で洗いましょう。これおいくらですか？5500円。すっげー高いんですね。すっげーっすね超高じゃないですか？高いですね本当に。3つ比べてみますか？全然違うよ、全然違う。小黒が抜けて黒いですけどね。そうなんですよね。小黒は超黒いですね。小黒は超黒い。本当はっきりかけてパッキリ黒いから書いてて気持ちいいです。ゲルインクっぽいです。ゲルインクは顔料インクなので。そうですよね。そう、ほらゲルインクは顔料インクなんだよ、うん、ねえほら、えなんで私が一番盛り上がってんのそうなの、ぶっころちゃんいいとこついてくれ。そうゲルインクも実は顔料インクなの。よくわかったね、ぶっころちゃん。もうインクの沼に来ちゃってるじゃないの。これから私と一緒にインク買いに行きましょう。岡崎さん、どこ行くの？てん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 。あ、なるほど。ようやく黒寄りの黒だとか、ずっと謎だったものに終止符が打たれましたよかったです。各社オーソドックスで人気もあるし、売れる色が黒なんだけど、結構どのメーカーも苦労してたってことですね。そうですねはいお後がよろしいようで。ありがとうございますじゃあ、マセネさん、ご出演ください。どうぞどうぞ明けましておめでとうございます。お前もよろしくお願いします、はい、今ですね、究極の黒インクの世界っていうのやってたんです。なんか、一節あれば。ヒューブー